ナイスウォーカーを紹介させていただきます。こちら歩行器になるんですけれども、まあ、普通の歩行器として使えるんですが、大きな特徴としましては四足ブレーキがついております。そちらの切り替えなんですけれども、こちらなんですが、こちらのところをオンにしていただくと、タイヤに四足ブレーキを使って危なくなく歩行することができます。またその強さに関しましても、こちらダイヤルで上げていただくことができますので、四足ブレーキを強くすることもできますし、緩めて上げることもできます。まあ、こういったことを使用される方というのはパーキンソンの方とかですね、そういった歩行に不安定な方使っていただくケースが多いんですが、それ以外に関しましても、例えば坂道とか使われる方ですね、そういった方に関しても使っていただくことが可能かと思います。まあ、例えば降りるとき、やっぱりよくあるケースなんですけれども、坂を降りていたら歩行器だけが先行って足元が置いて切り彫りに乗ってそのままつるっと行って倒れるっていうケースがあるかと思うんですけれども、こちらの歩行器、その四足ブレーキを使っていただくことによって、強くかけていただくと、これが歩行器が先に前に行くことがありませんので、安定して歩いていただくことができます。またこちら四足ブレーキを入れているとき、押すとライトがつきますので、周りにアピールすることができて安全に移動していただくことができます。こちらですね、いろんな方に使っていただきたい商品になっておりますので、高さ調整なども行うことができます。まず高さの調整の仕方なんですが、こちらを緩めていただいて、ここを引っ張っていただくと伸び縮みさせることができます。ですので、その人に合わせた歩きやすいところで調整していただくことが可能になっております。またこちらの歩行器、このように折りたたみすることができますので、自由自在に車に乗せていただいたり、整理していただいたりすることもできます。またブレーキをかけていただきますと、こちら座ることができますので、散歩中に疲れた時はこのように座っていただくことができます。またこちらがですね、若干高めになっておりますので、男性の方とかでも立ち上がりやすい高さになっておりますので、そういった面でも利用していただきやすくなっております。